大野くん、運動は何でも得意だよね。私にずっと走り続けても疲れない方法を教えてよ。代わりに野球の練習手伝うからさ、玉拾いでも何でもやらせてよ。次回のちびまる子ちゃんは、まる子マラソン大会の前に苦労する大野くん、野球のコーチになるの2本だよ。お楽しみにね。